はい、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日もですね、スノーランナーの続きをやっていきたいと思いますよ。はい、今日はですね、スミスビルダムに戻ってきて、フィクサーアッパーのタスクをやっていきたいと思います。はい、こちら、私は今こちらにですね、キャット CT681 で来ていて、こう言ってですね、ここにホワイトウェスタンスター4964があるのに、はい、こちらまで行って、これをですね、ガレージのパーキングまで持っていきたいと思います。はい、頑張る。そう、ですね、後ろにはサービス車両にして言葉がわかんない。はい、一応直せるようにこれを持ってきました。そうですね、ちょっとね、ここちょっと急な坂道があるので、ホワイトウェスタンスターを、こちらをですね、ちょっと直してエンジンがかけられるような状態にして引っ張りたいなと思っています。はい、よいしょ。いやー、ランク14、今15になったんですけどね、そう、ランク14になった時に、こちらの、キャットの方ですね、AWD とディフロックが両方つけられるようになって、そう、これをね、ぜひぜひ、この時を待っていたっていう感じですね。はい、よし、頑張る。そう、あとね、ちょっと、ここすごいね、坂道だし、急な曲がり角だし、おー、ちょっと待って。そう、結構ね、こう難しそうなんですよね、ここを通るのが。あ、危ないそう。そう、狭いし、なのでね、ちょっと違うルートで帰りは行こうかなっていうのも考えてます。はい。いや、どうなるかな、ちょっと難しいから。どうだろうなって思ってるんですよね。まあまあやってみないとわからないですからね。何事も挑戦です。もし、そう、ちょっとね、サービス、なんて言うんですかね、これ、後ろにつけてみたはいいけど、ちょっとね、重心が高くなっちゃって、ちょっと不安ではありますね。よいしょ。まあ、ここを渡っていこうかなと思います。よいしょ、無事に行けるといいな。そう、この間ね、この車両で、ロケとかも運んでみたんですけど、結構力強くてね、頼りがいのある車ですよね。こちらはダウンロードコンテンツの方に入ってた、アニバーサリーですね。誰でも無料でもらえるという。多分そちらのやつだと思います。そう、やっぱり AWD とディフロックが両方つくのはめちゃくちゃ嬉しいです。よいしょ。こんな感じでいけるかな。よいしょ。いやー、ちょっとね、若干ドキドキしてます。そう。というかね、どのくらい壊れてるかにもよるんですよね。あと、燃料とかはね、そう、ちょっとこのトラックから直接分け与えてあげようかなみたいな感じなんで、あんまり苦戦するようだと、そうなんですよ。そう、あんまり苦戦するようだとガス欠になりかねないっていう感じですかね。あ、ありましたね、あっち。そう。なんか、このホワイトウェスタンスターって、あれですよね。スミスビルダムのロードの画面に載ってるやつ。そう、多分、そうなんですよね。うわー、いた!おほほー。予想よりもちっちゃいですね。なんかもっと大きいのを想像してました。どっち側から引こうかな。そう、ここ、出るときはここから出ようかな。ね。どうだろう、こう、むしろとりあえずリペアをしてあげようかなと思います。遠いか、ちょっと待って。
ほんと？よいしょ。よいしょ。どうだろう。よし。オッケー。ホワイトウェスタンスター。そう、そうなんですよね。これ全部壊れてる。あのですね。ここ、トロフィーを取るチャンスでもあるんですよね。ちょっと、これを直す前に、ちょっとだけ、トロフィーのことを見てみましょうか。そう、一番、この上にある、ブロークンホースっていう、車輪が全部壊れてて、1キロ走るっていう、トロフィーなんですけど、一番最初にできるのが、ガレージについて、ブラックリバーのガレージについて、フリットトースターがすぐ目の前にあるじゃないですか。あの時なんですよね。でも、多くの人はその時トロフィーとかあんまり考えてないからミスる人が多くて、その次のチャンスって言われてるのが、このミッションなんですよね。そう、私は、フレンドさんと一緒に、ちょっと楽しみながらクレーンでね、持ち上げて、高いところからスカウトトラックを落として、車両を壊して、やったっていう感じなんですけど、もしね、自分の車両をね、愛車をちょっとダメージ与えるのはちょっとっていう方は、ここで、はい、この時のね、リペアするときに、すべてじゃなくて、こう、まず、重要なのがエンジンをやって、ね、ガスタンク、エンジンかけられるように直した後、もしなんか余裕があればね、こう、車輪とかをね、やるといいんですけど、それを壊したまま、パーキングまで持ってって、パーキングのあたりで運転するといいということです。お、なんか私、今トロフィーゲットしましたね。2000ポイントと、そう、でも私はもう取っちゃったんで、これ走りやすいように、タイヤを直しちゃおうかなと思います。そう、全部直せば、そう、そして、そう、え、これ全部あげなきゃいけないかな。あ、ちょっと待って。こっちか。びっくり。そう、一回、バツボタンを長押しじゃなくて、一回押して、75リットルあげて、よし、これでいけるかなという感じです。そう、自分の分が151リットルということなんで、ちょっと、そう、あんまりスタックしないように気をつけながら行きたいと思います。そう、だからね、ちょっと、トロフィーとか狙ってる方とかね、一番最初の、日本語だとなんとかの鉄馬かな、壊れた鉄馬かな、間違えちゃった。どこ行くつもりだ。そう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 。それを、取ってあげるといいんじゃないかなと思います。そう、いいかな。でも、クレーンでやるやつね、めっちゃ、フリンドさんとやった時楽しかったし、面白かったし、簡単でしたね。そっちの方が、気にならない方はね、そっちの方はおすすめかなという感じです。そう、さっき来た道ここなんですけど、やっぱりここのね、ここがちょっと難所になるんじゃないかなと、石があったりね、坂道だったり。そう、で、もう一個のところも、ここ、めちゃくちゃね、ここにすごい狭いスポットがあるんですよね。両方に石がせり出てて。なので、今回ですね、私は、確かね、ここら辺通れたんですよ。なんかね、オイルのやつを運ぶミッションがあって、あと、なんかスカウトのね、オイルタンク、燃料タンクがここに落ちてて、そう、私、ここを上がってったんですよね。そう、だから、同じように、ちょっと今回はね、トラックを引いてるので、もしかしたらできないかもしれないですけど、そう、同じように行けたらなという感じです。そう、どうだろう。まあ、逆に難易度が上がるかもしれないですね、こっちの。こっちのルートだと。どうだろう。でも頑張ってみようかなと思います。そう、どうだろうね。
そう、もしかしたらここが一番簡単かもしれないけど、詰まったら詰まったで大変みたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ってます。よし、もう話はいいよね、もうね。そうです。ウィンチで、よいしょ、 OK で、エンジンオンにしてできるだけくっつけて出発したいと思います。どうぞ。うん、こっちのやつがね、ガス欠したら、あの後ろのホワイトスターさんからまた戻してみたいな。はい、そんな感じでいきたいと思います。よいしょ。いやー、どうだろう、うまくいくといいな。よいしょ、できるだけくっつけていくかね。よし、頑張るよ。OK、 よいしょ、よいしょ、ちゃんと大丈夫？よし、デンジャーって書いてありますね。うわ、やばいやばいやばいです。ちょっと待って待って。いや、ちょっと落ちたくない、こんな、よいしょ、危ないです。ちょっと待って、ちょっとここを切り返してからくっつけるか。よいしょ、よし、どうやら後ろのやつエンジンつけっぱなしだったみたいですね。よいしょ、くっつけてこれでいった。 OK、 よいしょ、ちょっとここら辺抜け向かってるんで、ディフロックも使って、よいしょ、どうかな。なんかやっぱりね、あのこのサービストレーラーっていうのかな、なんか後ろにつけるやつってなんていうの、こうこれがついてるから、ちょっと重心がね上がっちゃってる気がしますよね。そう、これから行く坂道ちょっとね急だったりもするんで、うわー、ちょっと心配ですけどね。よいしょ、このくらいのあれでいくかな。よいしょ、よいしょ、いやー、ここで苦労したくない、無事に。なんかさっきから左側に落ちそうになって、ちょっと怖いですね。怖い。よいしょ、どうだ、よし、無事に川は渡れましたね。そう、いやでもね、ここの砂浜も結構柔らかかったりして、あれなんですよね、あの油断ならないって感じですね。ところどころやっぱり横転ポイントもあるのかなみたいな。そう、そう、そこでこのね、大きな、大きなサービスボックスっていうのかなっていうのか。そう、それがネックになることもあるんじゃないかと、そう思ってます。よいしょ。でもやっぱりエンジンつけられてるせいか、そんなに引いてる重さは重くない感じです。そう、だからうまくいくといいな。でももしかしたら普通にいけるかな。ガンガンここら辺はいっちゃいましょうかね。スピード出せるときに出してみて。でもあんまりでも調子に乗るとみたいな。ありますよね。ちょっとここら辺短くしといて、そう
そう、一度ね、トラックでここら辺通ったことはあるんですよね。だから、行けるはずなんですけど、どこだったっけな。なんかに引っかかってる？よいしょ。行きましたね。よいしょ。危ない。ちょっと待って。よいしょ。怖い怖い。この斜め振りがやばいですね。そうだ。うわー。よいしょ。ちょっと後ろのさ、トラックひっつけすぎちゃったかもしれない。くっつきすぎかな。よいしょ。ちょっとね、ゆっくりゆっくり。さあ、おいしい。さあ、なんかね、ここら辺に、その、なんだっけ、スカウトのお湯、燃料タンクが落ちたのを拾ったことがあるんですよね。さあ、本当は動画に、してたはずなんですけどね、消してしまったんですよ。消してしまったっていうか、ボタンを押し忘れちゃって、そう、録画できなかったっていうね。そうです。よし、ここ頑張っていく。ここだってね、ウィンチ外したら多分この後ろのやつがあれだと思うんですよね。なので、結構ここは本当に、あ、ディスロック。うわ、なんか引っかかってる。よいしょ。やっぱりさすがにトラックを持ってはいけないのか。いや、だってこれさ、後ろのウィンチを外してしまったらえらいことですよ。トラックがもう、いける、君ならいける。よいしょ。オッケー。大丈夫、きっと大丈夫。よし、いけた。 よし、オッケー、オッケー。ここまで来ればですよね、きっと。安心したらスタックみたいな。まあでも、こんな感じですね。いや、本当は、後ろを振り返って、あれすればよかった、サムネ。いや、でもそんなことしたらきっと、奈落の底に落ちてたから、もうしょうがないですね。ちょっと待って。あまりにもくっつきすぎ。よいしょ。ちょっと、おいしい、これでいいかな。こんな感じ。どうだろう、サムネうまく撮れるかな。よいしょ。OK。すいませんね、いつも皆様にはサムネを撮ってるところに。よいしょ。OK。でもこんな感じで。でもそう、多分、どうだろう。なんかね、私はあまりこう、コントロールがうまくいかないんで、もしかしたらね、来た道の坂道でもね、ヒューヒューヒューって行けるかもしれないけど、そう、まあね、私はこっちの道で ちょっと無理かもしれないですけどね。行くことにしました。そう、こんな感じ。よし。おー、でも、私、あまりストレスなくできてよかった。そう、めっちゃ嬉しい。なんか、こうやって、いろいろこう、ルート考えるじゃないですか。で、こっちにしようかな、あっちにしようかな、なんて思いながら。で、こう、自分がこう、プライしたやつがうまくいくとね、めっちゃ嬉しいですね。楽しかったです。
あとこのねウエスタンホワイトウエスタンサーファーもねやっぱりきっと強いトラックなんじゃないかなと思うんですよね。ロード画面のねメインとなっているくらいですから。そうだからね使うのを楽しみに、いろんなところで使っていけたらなと思います。もし OK これで大丈夫かな。よいしょ。おーっと、いけないいけない、終わりの時に事故っちゃうよね。あ、ちょっと入るところミスった。よし、ここかな。お、これで、あれですね、納品しますよ。なんか、おう、消えなかった。あ、そうだ、そう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 、これで報酬でホワイトウェスタンスターさんもらえるんですよね。なるほど、そっか、だから、あれですね、さっき言ってたトロフィー、これで終わった後に、そう、修理とかし、ね、ホイールを修理しないで、やってあげるのがいいんじゃないかということだったのかな。なるほど。よし、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。最後に見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃ、またね。バイバイ。